ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白でその真ん中にある金色のしべからは何とも言えないいい匂いが絶え間なく辺りへあふれております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。 やがてお釈迦様はその池の淵におたたずみになって水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから水晶のような水を透き通して三途の川や針の山の景色がちょうどのぞき眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。 ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色のしべからは何とも言えないいい匂いが絶え間なく辺りへあふれております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。 やがてお釈迦様はその池の淵におたたずみになって水の表を覆っているハスの葉の間からふと下の様子をご覧になりました。この極楽のハス池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから。 水晶のような水をすき通して三途の川や針の山の景色がちょうどのぞきメガネを見るようにはっきりと見えるのでございます。